ちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは、どうも。はい、すいません、自己紹介お願いいたします。はい、下伊那郡のですね、阿智村にあります、満蒙開拓平和記念館の寺さんでございます。どうもこんにちは。はい、寺さんですね。はい、私もあの平和会館行ったことあるんですけども、はい、ありがとうございます。その、まあ、満蒙開拓ということで、はい、その平和という名前がついてるんですけども、はい、どういったその、はい、あの記念館なんでしょうか。やっぱりあの一番がもちろんあの満蒙開拓っていう歴史があったということを、はい、まあ、伝えるということを一つ の, あの柱にですね、はい、そのことを通じてやはりあの戦争の悲惨さとか平和の尊さを学んでもらう、そういった場所にしたいということで、平和という名前をつけた記念館を作ったんですけどね。なるほど、はい、まあ、今日のテーマは義勇軍というような内容が含まれていたと思うんですけども、はい、まあ、内容の中にもありましたけども、はい、加害者と、まあ、被害者という、はい、そう両面を持った、はい、まあ、大きな問題だということだということなんですけども、はい、まあ、今後その、はい、まあ、館長さんとしてはどんなふうにこう進めていったらいいかというお考えでしょうか。はい、あの満蒙開拓というのは本当にあのいろんな、まあ、要素を持った面を持った歴史なんですね。ですからその一面だけを取り上げて強調してということではなくて、満蒙開拓という歴史がどのような歴史だったのか、もう幅広くいろんな形でやっぱりきちんと取り上げて、そういったことを知っていただく中で、満蒙開拓という歴史を通じてやっぱり平和の尊さとか戦争の悲惨さを通じてを学んでいただけるような、そのような場所としてこれからも維持していきたいと思っておりますので、まあ、ぜひ多くの方にまたお越しいただきたいと思いますけれどもね。はい、なんか聞くところによりますと、はい、民間ということを聞いたんですよね。はい、まあ、館長さんも独自でこう突き上げてこられたというようなことだと思うんですけども、はい、まあ、いろんな問題をやっぱり語り継がれていくっていうかね、もう記憶にない人たちばかりがこう増えていくっていう中で、まだまだそのいろんな人の語り部みたいなのがあると思うんですけども、そういった人のこう録音とか、あるいはなんていうんですか、文章にするとか、そういうことされてるんでしょうか。そうです、あの記念館では今もあの月2回定期の語り部の会という体験者の会をお話を聞く会を設けていますし、その語り部で語っていただいたものはみんなビデオにして収録して、その一部を館内で流したり、あるいはそれを文字起こしにしてもう一つ残すようなこともして、そういったことがあったことを、まあ、時間が過ぎてもやっぱり多くの方に知ってもらえるようなこれからの取り組みを今しているところなんですけどもね。はい、今度取材に行ってもいいですか。ぜひまたお越しください。お待ちしておりますので。はい、ありがとうございました。はい、今日お疲れ様でした。こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました阿智村、下伊那郡阿智村にございます満蒙開拓平和記念館の館長の寺澤と申します。まあ、あのこちらの方では阿智村満蒙開拓平和記念館となりましたっておりまして、ちょっと見るとあのご存じない方はあるいは存立かと思われるかもしれませんけれども、残念ながら存立でも国立でも県立でもなくて民間の運営の記念館でございます。今日はですね、まずもってこの場にお招きをいただきましたこと大変ありがとうございました。またこの中にもですね、記念館に、私どもの記念館にお越しいただいた方、まあ、あるかと思いますけれども、この記念館、皆さん方に支えられておりますけれども、そのことに対しましても、これも分かりまして厚く御礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。私どものこの記念館、平成25年に開館いたしましてから、もう早いものでもう、8年、9年目に入りました。まあ、しかし今ご多分に漏れずこのコロナ禍の中で、まあ、民間運営ですから入館収入もなかなか途絶えてですね、大変厳しい状況にはありますけども、まあ、おかげさまで言っていいかどうか、あの残念ながら県外に行けなくなってしまった県内の、学校の生徒の皆さんが修学旅行として、こうして来ていただいてくれてまして、いくらかの賑わいを持っているというのが今の記念館でございます。この日本で唯一の満蒙開拓に特化したこの記念館で伝えている満蒙開拓について、今日はあの、テーマがですね、義勇軍体験の処刑ということでやりますけども、まあ、義勇軍今でもなく満蒙開拓の一環でございます。まあまあ、したがって私のお話は義勇軍も含めて満蒙開拓そのものの処刑についてということでお話をさせていただくことになろうかと思います。そのことはご容赦をください。また私の方からはですね、私なりの立場あるいは私どもの記念館の立場なりで、満蒙開拓という史実がどのように承継されてきたのか、あるいは、私どもの立場から言えばどのように承継されてこなかったのかといった方があるいは適切かもしれませんけれども、まあ、そういったことも含めてこれまでの現状、そしてこれから未来に向けてどのようにこういった
史実を語り継いでいけばいいのか、まあ、そういうことについて私なりの意見も含めてお話をさせていきたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。ちょっとあらかじめお断りしておかなければいけないのは、大変限られた時間の中でたくさんのことをお伝えしようと思いますと、どうしても早口になってしまいますことはあらかじめ、お詫びを申し上げておきたいと思います。それから私は一応記念館の館長と名乗っておりますけども、決して歴史の研究者でも学者でもございません。一民間人でございます。私が実はこの記念館に関わっているのは、私自身の両親が元満蒙開拓団員でございました。ちょっとすいませんが、冒頭ですね、こういった満蒙開拓にということになぜ私が関わってきているのか、私自身の満蒙開拓の承継ということも含めて少し冒頭自己紹介も兼ねて触れさせていただくことをお許しをいただきたいというふうに思います。今お話しした通りですね、私の両親は元満蒙開拓団員としてかつて満州に渡っていっておりました。父親は下枝郡の当時の山吹村という村の農家のですね、8人兄弟の三男坊でございました。当然分けてもらえる農地もなくてですね、満州へと渡ってまいりました。満州に行けば20丁分の畑がもらえるということで、渡っていたうちの一人だったわけですね。それから3年ほどしてから、最初は単身で行ったんですが、その後一度日本に戻り、家族招致っていうんですけれども、お見合いをして結婚をして、母親も満州へと渡ってまいりました。当時大陸の花嫁と言ったんだそうですけども、母親も渡っていき、渡っていったのはですね、ちょっと飛んでしまいましたけども、渡っていったのは先ほどここにあった、これは飯田下田地方から行った水極流という開拓団なんですね。ここに父親も母親も渡ってまいりました。そして、ほどなくして、現地で長男を授かります。今映っているのは実は私ではございません。一応私は戦後の国内生まれでございますので、これを実は現地の開拓の村で生まれた長男になります。残念ながらその終戦と冬をですね、越せずに現地の避難民収容所でわずか1歳で命を食べるものなく落としてしまっているんですけども、そんなような私にとってのルーツ、そんなことが私がこの満蒙開拓に関わり、そして記念館の建設のリーダーシップとなり、今こうしてボランティアとして記念館の館長に携わっているのは、そういったことからでもございました。この実はこの父がですね、今ちょっとこれ実は父親も亡くなりましたけれども、父親が私の子供の頃から話をしてくれたことがございました。父親はいわゆる満蒙開拓団として現地に渡っていったんですけども、満蒙開拓だから現地に行ったら荒れ地や山林原野を切り開いて開拓をするのかなと思って行ってみたら、そこにはもう家も畑もございました。それが何を意味するかと言いますと、もともと中国人のものであったものが大半だったんですけども、それを結果として日本人が入っていってという形になっているわけなんですね。そういったことで父親もですね、シベリアの抑留を経て、母親もなんとか日本に生きて帰り、そして今私が暮らしている下枝郡の松川町の戦後の開拓地に入植をして、そこで今度こそ本当の開拓をしたわけなんですね。でその本当の開拓をする中で、その父親が私に話をしてくれたこと、それは日本に帰ってきて改めて本当の開拓をする中で思ったこと、それは当時、自分たちの大切な家や畑を日本人の開拓団によって結果として奪われてしまった中国人の農民たちの悔しさや悲しさがよく分かったということを、私は子供の頃から聞かされて育ちました。今私がこうしてこういったところに立っているのも、やはりそれはこの父親の言葉が一番の原点だったというふうに思っております。そういった父親たちをはじめ、たくさんの開拓団の皆さん、これまで何百人なら分かりません、そういった方々から今まで聞き取ってきたこと、そういったこと、あるいはですね、一応戦後までありますけども、やはり現地のことを調べてはいけないということで、これまでに30回以上にわたって現地に調査に入っております。当然私ども民間団体ですから、残念ながら官費とかで渡るわけでもなくて、全て自費での調査ですけども、30回以上にわたり現地に入り、そしてこうして現地でいろんなことを調査をしたりですね、した中で、やはり日本人側の証言だけではなくて、やはり中国側の証言もやっぱり取らなければいけないということで、こうして現地の中国人の老人たちからのお話なんかも聞くこともずっと、しておりました。本当に中国人の人々もですね、当時本当に日本人の開拓団によって家畑を結果として奪われてしまって、本当に悲しかった、悔しかったということを話をされておられました。そういったような体験を踏まえて、これから私がお話しさせていただくことは、そういったことの中で見聞きしてきたこと、そういったことが中心になりますので、そのことはあらかじめ、ご理解をいただきたいというふうに思います。そういったですね、今お話ししてきたこと、あるいは私がこの満蒙開拓に関わり出してもう30年ぐらいになりますけれども、
その中で改めて満蒙開拓について今実感していること、それはやはりこれ満蒙開拓という歴史そのものが向き合いにくい歴史であったということ、これは聖書の義勇軍も含めてでありますけれども、やはりそういった歴史だったということを改めて思うわけなんですね。この義勇隊を含むこの満蒙開拓、本当にたくさんの犠牲を出した。その犠牲というのは日本人だけではなくて、中国の人々も含めてたくさんの犠牲を出したこの満蒙開拓という歴史、それはやはりですね、それがゆえにですね、やはり向き合うことの難しい、いわば不都合な歴史史実として戦後あまり語られてこなかった歴史であるというふうにも思います。それはなぜかといえばですね、まず送り出した、開拓団を送り出した側にとってみれば、それがやはりその、いくつかの理由はあるんですけども、一つ大きな理由として、その満州という場所の国防、防衛の一端を民間人主体であった開拓団に担わせることを目的として、国策として開拓団もかなり強引な面もあって、推進をしていたということ、そういった側面があったということ。それは一般開拓団。一般開拓団というのは、先ほど言っていたような家族なんかで揃っていくのが一般開拓団。それから青少年義勇軍といいまして、今回もテーマ、この歴史館でも、県立歴史館でも取り上げていただいておりますけれども、少年たちだけが渡っていったのが青少年義勇軍。これが全国であれば約3割、それから長野県の場合であれば約2割をこういった青少年が占めますけれども、そういったことについてもですね、面が見られました。そして、またこの満蒙開拓ということを振り返っていきますと、やはりですね、先ほど言ったような、実は現地の人々に対する犠牲を強いてしまったという加害という面もあったということ、そういったこともやはり明らかになってまいります。そして最後の場面、ソ連軍が満州へと攻め込んでまいります。その時に開拓団を守ってくれると信じていた日本軍、関東軍といいますが、それは残念ながら戦略上の理由ということで南の方に南下をしてしまい、開拓団は現地に置き去りをされることになります。そして、ここにもありますけども、こういった関東軍の作戦の中では放棄地域という地域、捨て去ってしまうという放棄地域の中に、ほとんどの開拓団含まれていたわけですけども、結果として守るべき、軍勢のない開拓団からたくさんのですね、犠牲者を出し、そして、戦争が終わっていくわけなんですけども、よく開拓団の方々が訴えることの中に、国策として、移民として渡らせておきながら、最後には国によって帰民と支えてしまったということをおっしゃる方がたくさんいらっしゃいますが、それはそんなような背景があったからだというふうに言われております。また送り出された側のですね、開拓団の皆さんにとってもですね、これはもちろん開拓団の皆さんにしても、最初からその多くの方々は侵略のつもりで行ったというわけではないということをやっぱりおっしゃっております。しかしやはり戦争終わってみれば結局は侵略の加担だったということに気づき、そして今お話しした終戦前後の逃避行、あるいは集団自決、あるいは戦後の避難民収容所でのたくさんの犠牲、そういったことについて、その記憶、あまり人には話したがらない、向き合いにくい記憶としてやはり子や孫にあまり語ってこなかったというのが、これ満蒙開拓という歴史であったというふうにやっぱり思います。さて、こういった満蒙開拓、あまり戦後語られてこなかったというふうに私はやっぱり語られて、私自身はやっぱり思っております。それはなぜかといえば、一つにはですね、やはりもともとが外地で外国で起きたということであって、どうにか来て帰ってきた皆さんもほとんど資料を持ち帰ってきておりませんということで、ほとんど資料がなかなかないというのが一つございます。それからどうにか生きて帰ってこられた方々も、日本に引き上げてからももともと裸一貫で帰ってきてますから、山の中にそれこそまた戦後の開拓地に入り、どうにかやってきたという経済的なこともありましたから、そういったかつてのことを振り返るというのは経済的な余裕もなかったということ、そういったことに加えて今お話ししたようなある意味不都合な史実として、なかなかそういったことについて、取り組んでくるという余裕もなかったというのが実際のところであったかと思っております。またこの青少年義勇軍についても同じように、開拓の満蒙開拓の一部ではありますけども、実際にじゃあ満蒙開拓の中でこの青少年義勇軍がどのような位置づけにあったのか、どのような実態であったのか、そういったことについての解明もですね、今回県立歴史館の中でいろんな展示の中でもだんだんと分かってきておりますけども、そういったこともなかなか一般的には学校現場にもあまり明らかにはされてこなかったというのが、こういった歴史だったかというふうに思っています。さて、こういった満蒙開拓をですね、戦後においてどのようにじゃあ継承に取り組んできたんだろうかということについて少し駆け足で見てまいりたいと思います。全国から、一応現在は交渉としては約27万人というたくさんの開拓団が渡ってまいりました。
これは各県別の開拓団の数でありますけれども、この中で断トツに多いのが私どもの長野県になります。8月9日現在時点での数としては約3万3000人という方がですね、開拓団として分かっていたということになっているんですけれども、その長野県において戦後どのような継承がされていたのか、決して多いとは言いませんけれども、やはり3万3000人もの開拓団を出した歴史ですから、それなりに継承されております。特に最初の頃の時期においてよかったのは、ここに書いてあります長野県開拓事項会という組織がございました。これは満蒙帰ってから帰ってきた皆さんが組織した全県組織なんですね。これが実は当時全国で作られました。長野県は当然一番多かったですから、大変活発な活動されておりまして、いろんな活動されております。いくつかの活動の中の柱として特に大きかったのは、長野県の満州開拓史という本を作っております。これ三分冊になるんですが、これ大変研究者の皆さんの中でも大変評価の高いものなんですけども、3分冊ありまして、この中でもですね、名簿編というのがありますけども、これが一つですけども、この名簿編の中にはですね、開拓団で3万3000人の皆さんのお名前がですね、全て載っております。いつ何歳で渡っていって、どこでどのようにして亡くなってしまったのか、そういったことが全て書いてあるんですね。今だったら本当にね、個人情報とか言ってなかなか難しいかもしれませんけども、そういった、ね、3万3000人の皆さんの生きた証がここには載っている、本当に重たい一人一人命が刻まれた、こういったものを作っておられます。こういったものを作られたりですね、それからこの開拓事項会では全県を統合しての慰霊碑というのを作っております。拓魂碑というんですが、これが実はこの拓魂碑、全県全体のものとして作ってあるんですが、長野市内でございます。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、どこにあるかといえば、これ善光寺の裏山の雲上殿の境内に使われているんですけども、ここに拓魂碑といいまして、慰霊碑ではないんですね、拓魂碑という名前になっておりますけども、こういったものが使われております。記号しているのはちょっと見にくいかもしれませんけども、長野県知事西澤文一郎さんという方なんですね。実はこの西澤知事、当然任期も長かったので、こういったものを作った時期には結構いろんな慰霊碑の記号もされているんですが、実はこの方、当時満蒙開拓を送り出した時期において県の実務のトップでございました。当時満蒙開拓を国策として送り出す際の国の部門、省庁は宅務省といいまして、開拓の宅に事務の務というんですが、宅務省、後には大東亜省と名前を変えますけども、その宅務省から全国に指示が流される。でその指示を受けた各県に宅務課という課がありまして、その長野県の初代の宅務課長を務められたのが、実は西澤文一郎さんだったわけなんですね。そのような、ことがもありました。またですね、この開拓事項会ではいろんな、こうやって慰霊祭もずっと定期的に毎年秋に行っておりました。全国人に集まってやられておりまして、先ほど佐野館長の話にもあった高山澄子さんとか、あの方もですね、お元気の頃には毎年取り来て、ご一緒に法要をし、その後、今週でお話をさせてもらいましたけども、こういったことをしたりですね、それから実は、慰霊碑の調査というのをこの開拓事項会でお願いをしてやっていただいたことがございます。実はこの長野県内には全国で一番多くの開拓団を送り出したこの地域ですから、たくさんの実はこういった満蒙開拓の慰霊碑が作られております。これは伊那にあるこれ清少年遊具のものですし、これは飯田にあるこれも清少年遊具のものなんですね。実はこれ今私ので再調査を今実施中でして、今のところ全県で53、皆さんのお手元に資料を入れておきましたが、ちょっとこれ完全ではなくて、例えば最近できた最近でも10年前かな、川上村のものがちょっと抜けてたりとかですね、まだ完全ではないんですが、県内にもこんなにもたくさんの慰霊碑がある、わけなんですね。こういったものを当時、長野県開拓事項会の役員会で、お願いをして、これやっぱり記録として残さないとなくなって分からなくなってしまうから、ぜひ調査しましょうと言って提唱して、こういったものをですね、作っていただきました。これが、実物でありますけども、こういった調査報告書を作り、記録として残すこともいたしました。それからですね、例えばこれ前景にあるんですが、この近くにもございます。この筑摩市の中にもあるんですが、これは上山田にあります善光寺の別院というのがありまして、そこの中にあるこの慰霊碑、これはこの公職地区全体のですね、慰霊碑もあったりするわけですね。ぜひ近くにありますので皆さんも訪れてほしいと思いますけども、そういったこと、あるいは多くの仲間が亡くなった現地への慰霊訪問もこの事項会としても言っております。ご存知の方も多いかもしれませんが、たくさんの方が亡くなった、日本人が亡くなった旧満州ですけども、そこで中国側から許されている公の公墓、日本人公墓はたった一所しか許されておりません。
ここはホーマサといいまして、ハルピンの郊外のこのホーマサにある日本人工房1か所しか許されていないんですけども、こんなところにもこの開拓地国会も数年おきごとにですね、慰霊訪問に行っておりました。まあ、そういったようなこの開拓地国会なんですが、この開拓地国会も残念ながら平成22年に解散をしてしまいました。まあ、実は全国どこでももうどこにも残っていなくて、長野県が一番最後まで頑張っていたんですが、残念ながらですね、これ一番最後の平成22年解散の最後の解散式の後に、まあ、浅間温泉で一杯飲んだ時の最後の写真なんですけども、高齢化の中で、皆さんのご意見としては、俺たちが墓場に持っていくんだということの中で、ご自分たちで、歴史を閉じられてしまったのが、この開拓地国会でございました。さて、まあ、そういった全権連合組織との開拓地国会も解散していってしまいましたが、その中の傘下にあった会員であった、各開拓団、現地から帰ってきた各開拓団、長野県内からですね、合計で確か53、51かの文村開拓団、村から行った文村開拓団、あるいは文豪開拓団、そういったような開拓団、50確か1あったと思いますが、そういった開拓団の皆さん、ほとんどの開拓団で、こういった先ほどのような慰霊碑を作ったりですね、それからご自分たちで、団ごとの団の記録、団史を作ったり、あるいはこうして、現地に、慰霊と友好を兼ねて現地に訪問したりと、そういった活動も積み重ねてこられておりますが、こういったような今のようなこういった各開拓団の専門組織も高齢化の中でほとんどが解散をして、今県内で、こういった組織で単独で活動されているのはもう多分10本ないと思います。多分5つか6つぐらいしか残ってないと思いますけども、そのように高齢化が進んでいる中で、でまあ、そういった元開拓団員の皆さんから戦後一部の地域等でもですね、その聞き取りとかですね、あるいは語り場の会っていうのを実施をしてまいりました。まあ、その記念館でも現在月2回ですけども、こうして、語り場の会というのを定期的に開催しておりますけども、こういったお話をしてくださる語り場の方も、まあ、高齢化の中でどんどんおられなくなってしまいます。まあ、しかしこういった方々から生の声を聞いた私たちにこれからこれをどのように語り継いでいくのか、その私たちに問われていると思っております。そしてこういった流れの中でこういった満蒙開拓の歴史を継承しようとする施設も、正直なところあまりほとんど全国的には作られませんでした。もちろんいろんな平和記念館とか、あるいはこういった歴史館みたいなところでも中では一番部分的にはコーナーとして設けていただいておりますけども、こういった満蒙開拓に特化した資料館等というのは全くありませんでした。まあ、その中で、まあ、最初にできたのが、ご存知の方もあるかもしれませんが、今回もテーマになっている青少年義勇軍がかつて訓練をした訓練所が現在の水戸市の内原というところにございました。まあ、そこにこういった、内原郷土史義勇軍資料館というのができたのが平成15年のことでございました。まあ、そして、まあ、これができたんですけども、そうですね、はい、それからその後ですね、ようやく平成25年になってからですけども、全国で唯一の満蒙開拓に特化した記念館としては、特徴の記念館ができたのが平成25年でございました。まあ、これについてちょっと後でですね、少し詳しく触れたいと思いますので、ここでは飛ばさせてもらいますが、まあ、それ以外にもその後の動きとして、高須開拓記念館といいまして、これはうちの記念館かな。高須開拓記念館といいまして、現在の岐阜県の郡上市の高須町というところ、そこにですね、旧高須町から行った満蒙開拓とか、あるいはかつては北海道にも開拓を行っている、そして戦後の昼間の開拓、そういったものを全般的に扱った高須開拓記念館というのを設けたりしている、こんなような動きもありますけれども、全国的に見れば多くの犠牲の割にはまだまだそういった施設少なかったというのが実情であったかというふうに思います。また戦後の取り組みとしてはですね、今日も後で飯島先生からお話がありますが、県内でも教職員の中の教員の中の先生方の中でもそういったことを一生懸命取り上げていただいた先生方もございました。まあ、こういったいろんな満蒙開拓のシンポジウムなんかも開かれたりしておられますし、またこういった先ほどあった宝満さんの日本人公募に教員訪中団として渡っていた現地訪問された先生方もたくさんいらっしゃるというふうにいらっしゃいます。また長野県内でこういった満蒙開拓のことを形にできた団体としては、日中友好協会という団体が各地区でございます。まあ、この団体実は戦後帰ってきたたくさんの中国帰国者を支援するために活動してきたのが中心だったんですけども、その一環として満蒙開拓ということについても言われてきたのがこういった日中友好協会との団体なんですけども、こういった団体も高齢化の中でだんだんと会員数が減ってしまっているというのが
まあ、現状でございました。まあ、そういったのは今いろいろお話ししてきたこういった義勇軍も含めて満蒙開拓全般としてのこういった南県内での継承、まあ、その中でですね、やはりこれまでのこととして、まあ、改め繰り返しになりますけども、課題とやっぱり限界等もあったと思います。これは長野県だけではなくて全国的にもほぼ共通したかという共通していると思うんですけれども、やはりこの満蒙開拓、まあ、今言ったような形で部分的には継承は行われてきていますけれども、全体的に見るとやはりその失われた犠牲の大きさ、その意味するところの大きさからするとやはり、まだまだ語られることの少ない史実であったというふうにやっぱり思われるわけなんですね。まあ、特に私自身が別にその誰が良かった悪かったっていう、そういった犯人探しとか責任追及することは一切考えておりません。ただ現実問題としてやはり当時これを送り出した側の行政界とか教育界、その中でもですね、こういった歴史について継承することについては相対的には消極的であったのではないかというふうにどうしても思われてならないんですね。まあ、特に教育現場、まあ、これ要するに授業の中でもほとんど正直言って満蒙開拓について取り上げられたことはすごく最近まではほとんどなかったのではないかというふうに思います。私自身も実はございませんでした。また今日のテーマでもある青少年義勇軍、この少年たちを送り出した学校の現場の中でもですね、少年たちがなぜ送られていったのか、なぜ向こうでどんなことがあったのか、そういったことの実態の把握とか、そういったことを歴史を継承していくような取り組みがやはり学校の中でも少なかったのではないかというふうに思われるわけなんですね。そして少しちょっと場面が変わりますけれども、こういった戦後の、まあ、決して多くはないけれども、こういった満蒙開拓の史実の語り継ぎが、まあ、少ない中でも行われてくる中で、その特徴の一つとして、まあ、そういったことを例えば語り部とか語り継ぎとかそういったことで行っていく際に概してですね、まあ、自分たちの側の犠牲等の被害ということについてはよくたくさん取り上げられるんですけども、冒頭で触れたような加害という面についてはなかなか触れることが少なかったというのが実際であったかというふうに思います。またこの満蒙開拓という歴史、まあ、なぜ満蒙開拓が遅れたのか、国策としてどのような目的を持って遅れて送り込まれていったのか、そういった実態とかその背景についてはあまり研究が十分になされなかった。これはもちろん一部の学者の先生の中にはされた方もおられますけども、正直言ってそういった先生方も全体的にはやっぱ少数でありますし、ましてや市民レベルではそういったことはあまりなかなか究明されてこなかったというのが実際だったというふうに思います。そして実は実際に渡っていた開拓団自身の皆さんも、自分たちがなぜ満蒙開拓団として渡っていったのか、そういった背景とかそういったことについてなかなか実際に分かっていなかった方も結構いらっしゃいました。まあ、そういったことが今になって、まあ、そういうことで俺たちが渡っていったのかということにだんだんと分かってきた方が多いんですけども、まあ、それが実態であったかというふうに思います。さてその中でですね、そういった満蒙開拓の史実を少しでも明らかにしていこうということで、これからちょっと手前見せても申し訳ないんですけども、私どもの満蒙開拓平和記念館が開館となったわけですけれども、その、結果について若干お話をしてまいりたいと思います。実はですね、なぜこれ満蒙開拓平和記念館が、まあ、言ったことは言っておられた方はご存知かもしれませんが、まあ、正直なところ長野県の南の端の方であり、まあ、立地的にはなかなか不便な場所かと思います。なぜあそこにできたのか、それはなぜかといえば、まあ、実は、ここでもちょっと見にくいんですが、長野県全国一番多くの開拓団を送り出した長野県の中で、その実は4分の1を送り出したのが、私どもの記念館がある飯田下伊那地方でございました。約 25% を飯田下伊那から送り出している、まあ、全国でいわば全国で一番多くの開拓団を送り出したのが、まあ、実は私どもの地域だったりなんですね。まあ、その中でですね、実は戦後たくさんの開拓団が送り出しただけに、戦後残留婦人として残され、戦後長い時間経ってから中国帰国者として帰ってきた方もたくさんおられました。まあ、そういった方々をですね、私ども、まあ、ボランティアとして、支援をずっとしてきたんですけども、まあ、その中で分かってきたこととしてですね、実は開拓団の指定の多くがですね、残留孤児の多くが実は開拓団の子女であるということがだんだんと分かってまいりました。なぜ開拓団の子女ばっかりがそんなに多いんだろうかということを調べようと思ったら、実は全国どこにも満蒙開拓に特化した資料館がどこにもないことが分かりました。まあ、であるならば全国で一番多くの開拓団を送り出した飯田下伊那に作ろうということで取り組んだのが、平成18年のことでございました。まあ、それが実は大変紆余曲折もございました。まあ、なぜかといえばですね、本来はですね、先ほどからお話している通り国策として
送り出された漫画を書いたのですから、できればこういったことの史実は継承は本来は国立とか県立として公的な施設として行政界とか教育界の皆さん方が中心となって本当は取り組むべきであると私は今でもそう思っております。しかし残念ながらそうではなかったし、またそういったことを言っていても始まりません。誰かが始まらなければどんどん歴史は風化していってしまいます。ならばまずは民間から立ち上げようということで取り組んだのが今言った平成18年からでございました。大変運営曲折もございました。何分にも民間運営ですから、私も言い出しっかりとして、事務局長を務めましたけども、一切無休の中で仕事が本業終わってから自分の会社を事務局として運営する中で8年間かかりましたけども、ようやくですね、平成25年にですね、下平区那智村にこの記念館が開館いたしました。先ほど存立ではないと言いましたけども、その時にあの記念館の敷地を無償で今も対応してくれているのは実は阿智村さんでございます。大変そういったようなご協力もありまして、この阿智村に記念館ができました。以来ですね、おかげさまで、コロナのことはあるんですが、あんな不便な立地といった村の皆さんに申し訳ないんですが、あのような立地でも今までにですね、約19万人の方、コロナ禍前まで別通算すると年間に2万6000人ぐらいの方々が全国からご来館いただいているのがこの記念館なんですね。これ開館直後の、まだ平成25年の頃の記念館です。で、この記念館で私どもがこの満門開拓という歴史を継承し、承継していく上 でですね、その基本的スタンスというのがいくつかございます。それについて少し触れたいと思います。まず、満門開拓というこの歴史について幅広く広範に、そしてなるべく実証的に、なるべく客観的に捉えていくと、伝えていくことが、一番の目的でございます。そして、満門開拓の史実を通じて、戦争の悲惨さ、あるいは平和の統治さということを伝えていくことを一番の目標にしております。そういった歴史を皆さんにお伝えしていくについては、実は記念館は民間運営でございますから、財政的にも厳しいので、学芸員も置くことができないような非常に貧乏な記念館でございます。したがって、展示等も基本的にはですね、私どもが基本的なところは考えました。もちろん歴史的な検証が必要ですから、作る際にはこの県立歴史館からも学芸員の先生に来ていただいて、監修等もしていただく中でどうにか開館をいたしましたけども、基本的に私たちの思いとしては、満門開拓という難しいテーマ、あまり難しくても、なかなか皆さんには、なかなか足が遠のいてしまう。なるべく同じ市民目線で分かりやすく伝えていくことを基本に考えて、展示等も考え、外部等もそういった形で取り組まさせていただいています。そして、先ほどからも触れている通り、満門開拓について、その中での被害だけではなくて、加害という面のこの両面について触れていく。で、その際には、どちらか一方をあえて強調するとそういうことではなくて、どちらも同じように取り上げているということを私たち 大切にしております。そしてこういったことをお伝えしていく上での私や自身も気をつけているし、展示会場する皆さんにもお願いをしていることは、あくまでニュートラルな中立の立場で、やはりこういったことがあったということを客観的に伝えるだけにしてほしい。あまりもちろんそれぞれにいろんな思いはあると思いますけども、そのことを自分の自己主張を人に押し付けるのではなくて、基本的には中立の立場で事実だけを伝えていっていただきたい。なぜならば、そういったことを聞いた上で、考え判断されるのは来館者ご自身であって我々が押し付けることではないと思うんですね。そういったことの中で私どもこういった中で伝えてまいりました。おかげさまでこの記念館開館してからの8年間の中でたくさんのそれなりの成果があったと思っております。いくつか見ていきますと、まず満門開拓の史実の継承、あるいは平和教育の視点としての位置づけがそれなりに高まってきたと思っております。先ほど言ったように全国からたくさんの人々が訪れ、このように、子どもたちも記念館に来てくれ、満門開拓についての勉強もしてくれている、こういった若い皆さんもいらっしゃるわけなんですね。こういったように、これはコロナの中でも県外から来てくれたある大阪の学校、こうした平和の集いっていうのを記念館の中にやってくれたりとか、そんなこともある、このような若い方もたくさん来ていただいております。あるいは、もうご記憶にあるかもしれませんが、4年前には、4年前だったかな、天皇皇后、現在の上皇陛下もご来館いただき、その中で、満門開拓の記念館があるということも少しは全国に知られる結果となったかと思います。そういった中でこの高齢化が進む中で、この満門開拓記念館を維持しているわけなんですけども、こういった高齢者の方々の皆さんの活動の拠点としてもこれまで何とか頑張ってまいりました。こういったようなところでですね、語り部の会を今も月に毎月2回定例で何とか開催を維持しております。この中でたくさんの
今までに300人以上の延べの方の方一人の方にお話を重なっておりますけどね、聞いてまいりましたけども、まあ、どのお話も本当に記憶に残ってるんですが、特に鮮明なこととしては、皆さんもご存知かもしれませんが、まあ、ここ数年の間に話題になったこととして、まあ、岐阜県のですね、黒川分村という開拓団のところのお話として、まあ、開拓団を守るために、開拓の女性たちを、まあ、性接待、まあ、私はあまりこの言葉好きじゃないんですけども、性接待という形で、まあ、送り込んだということが明るみになってまいりました。まあ、そのことを実は、初めてこのことを公の場でお話になったのは、実はこの記念館、まもかで記念館においてでございました。実はこの方もすでに、お二人の方は証言されたんですが、お二人の方は亡くなってしまいましたけども、まあ、こういった方々も、この記念館であるならば、安心して話せるということで、そういったことを初めてお話をしていただいた。まあ、そんなことも、もございました。まあ、こういった方々の方々の聞きした財産は、この記念館にとっても本当に一番の財産であると思っております。また、活動を通じて、まあ、新たな史実等の発掘とか発信、そういったことも少しなりできたと思っております。まあ、特にですね、現地になるべく私たちは足を運んでおります。まあ、さっき言ったように民間ですから、残念ながら派遣費は国費も、官費も、家計費も出ません。私もみんな自腹でございます。参加隊もみんな自費で現地に行っておりますけども、今ここに立っているこの場所、この場所というのは実はですね、ご覧になったことがあるかどうか、この望郷の鐘という映画がございました。残留孤児の父と言われたこの山本次将さんという方、この方を、まあ、主人公にした映画だったんですけども、まあ、この山本次将さんたちが行った八門開拓団という開拓団があったのが実はこの場所なんですね。何も当然残っておりません。というのも昭和20年の5月に渡っていた開拓団ですから、ほとんど現地には生活してないんですね。私ども、この場に立つというのも、実は戦後70年経って初めて日本から来た正式の訪中団だったそうでございます。本当にこうして手を合わせるのが精一杯でございました。まあ、こういった形で現地を訪問したりする中で、例えば今ここに訪問したところは、これは宝生県、宝の勢い県の宝生県ですけども、今映っているのはこの地域から送り出されたサラシナゴ開拓団という開拓団がありましたが、そのサラシナゴ開拓団 の最初の団本部だった建物なんだそうです。それが まだ3年前かな、行った時にはこうしてまだ残っておりました。このような発見もございました。またこれは飯田市にあったの川地村、川地開拓団という文村開拓団の村に今も残っていた、これ実は当時の日本人の学校でございます。ここでかつて子どもたちが、日本人の子どもたちが笑い勤めていたかと思う、本当に胸が集まる思いがいたしました。また先ほども触れましたけども、やはり日本側だけの証言ではなくて、中国側の証言も必要であるということで、こういった中国側の老人たちの聞き取りも行ったり、あるいは、あともちょっとおりますが、こういった日本人の残留孤児を育ててくれた養父母の方々、そういった方の聞き取り等も行ってまいりました。まあ、そういう中で私ども、こういった活動を重ねていく中で、記念館を作った目標の一つとして大変、目標の中でありがたかったなと思っているのは、実は今、記念館でも後継者が少しずつですが、育ちつつあります。これ2年前だったかな、品川新聞の一面の記事に載った記事でございますが、満蒙の記憶、私も受け継ぐということで、これ地元の高校、地元の松川高校でございますけれども、松川高校の生徒さんたちが記念館に来て、こうしてボランティアとしてガイドをしてくれているんですね。こんなような若手、後継者も少しずつですが、育ちつつある、そういったような記念館の現状でございます。しかし、この反応会の平和記念館、いかんせん民間運営ですから、大変入会料だけを大変運営でございます。非常に厳しい中で、これからどういうふうに維持していくか、これからの課題も残っております。さて、時間が残り少なくまいりましたが、最後にですね、こういった満蒙開拓のシーズン、この継承に向けて、今後に向けての課題と期待ということで、少し触れてまいりたいと思います。やはりこういった満蒙開拓のシーズンを語り継いでいくためには、やはりそのことを語り継ぐことの意義、あるいはその必要性が何であるのかということが、やっぱりきちんとやっぱり伝わっていかなければいけないと思っております。まあ、先ほどから言っている通り、この満蒙開拓という歴史、ある意味不都合な歴史だというふうに言われております。しかし、よく言われることでありますけれども、不都合な事実に目をつむる者は、再び同じ過ちを繰り返すというのが歴史でございますから、やはり過去に目を閉ざさないで、そしてそのことを見つめる中で、未来に向けての学びをしていくということ。今ここに書かれている全地不毛孤児の詩というのは、有名な中国の孤児なんですね。で、記念館の中庭にはこういった平和友好の日というのがございます。まあ、この平和友好の日の平和友好というこの上の方の字は、実はあまり記号されないという安倍知事が記号してくれたものなんですね。本当に安倍知事は記念館の開館以前からその非常に支援していただきまして、その
記念館のためならということで、こういった記号もしてくれたんですが、そのこの碑の下にあるこの黒い文字、この禅師不動工事の詩、禅師というのは、過去のことは忘れずに、工事未来に向けての教訓とするというこの言葉、私たちしっかりと、受け継いでいきたいと思っております。そして私どもの思いとしては、この満蒙開拓を学ぶということはやはり明日の平和に向けての平和の種まきであると思っております。もちろんこの満蒙開拓を学ぶ、あるいは戦争を学ぶということは、新たな憎しみとか敵対関係を新たに生むということではないと思っています。決して誰が悪かったとか、そういった犯人探し、あるいは責任追及するためにではない。二度とこういったことを繰り返すことがないように、結果として自分たちの大切な仲間、家族、そういった人たちが悲しい目に遭うことがないように、そのためにやはり歴史の中から学んでいくことが大切だと思っております。そして先ほど言ったように、語り部がもういなくなっている中で、私たちはどうしてどうやってこの歴史を次世代に継承していけばいいのか。やはり、学校現場でのですね、こういった平和教育等を中心に満蒙開拓の史実を次の世代へと伝えることの取り組みをやっぱりしっかりとまた取り組んでいかなければいけないと思っております。まあ、そういった時に私ども私もいろんな学校に行って講演とかさせてもらっている時に皆さんにお話しすること、それは昔のことだったからとか一言だというふうに受け止めないで、もしも自分だったらどうだったろうか、もしも自分が青少年義勇軍、全く同じ年の青少年義勇軍だったら自分はどうだったろうか、言っただろうか、自分事としてどうか捉えて考えてほしい、そういったことをお願いをしながらお話をさせてもらっています。そういった、特にこの近現代史、この150年間の間に、日本がどのように歩んできたのか、そういったことを若い人たちもしっかりと知ってほしい。それはですね、ある体験がありました。ある時アジアの青年たちと交流会を持ったことがありました。その最後の晩に話をした時に、少し仲良くなったある青年が私のそばに来て、こういうことを話をしました。やっぱり日本人は信用できない、それはかつて日本が私たちの国を侵略したからではなくて、今の日本人がかつて日本が何をしたかということを知ろうとしていないからだと言われたときには、正直頭をガーンと打たれた思いがいたしました。残念ながら本当にその通りかと思います。それはやっぱりそういったことをきちんと子どもたちに教えていない私たち大人の責任であると思います。やっぱりそういったことをきちんと子どもたちには伝えていかなくてはいけない。そしてそういったことを伝えていくのは、もちろん学校にも頑張ってほしいんですが、学校だけに押し付けるのもこれも違うと思います。学校でも頑張ってもらいますけども、同時に地域の中で、地域教育の中で、あるいは家庭の中で、家庭教育の中でしっかりとそういったことも受け継いでいっていただきたいというふうに思うんですね。まあ、そのためにもやはりこの満蒙開拓の史実を公民連携、その中で取り組んでいってほしいなと思っています。まあ、その一つの拠点としての一つでもあるこの満蒙開拓平和記念館、先ほどが言っているように民間団体で大変まあ今苦心をしております。正直言ってこういった満蒙開拓をですね、一民間団体の我々が手弁当で犠牲を払いながら継承していくというのは、やっぱりおかしいと私は正直思っています。やはり誰がやるんだということではなくて、公民連携をして地域一体となってこの満蒙開拓という歴史を受け継いでいく、そのための仕組みをやはりもう一度組み立てていかなくてはいけないと改めて思っております。そしてもう一つ時間の都合でもこれで終わりにさせていただきますが、先ほどから話をしているこの慰霊碑、各地にございますので皆さんのところにも入れておきましたから、ぜひ訪問していただきたい、あるいは子どもたちも連れてこういったところも訪れてほしい、それからぜひですね、こういった残留孤児を育ってくれた中国の世の中の皆さんのこともぜひ皆さん知っておいてほしいと思います。まあ、そういったものを形伝えるためのこういったパネルなんかもですね作っておりますので、こういったものも貸し出しをしておりますから、こういったものも活用しながら洋服という方々がいたということも知っておいてほしいと思います。まあ、最後になりますけども、この満蒙開拓というですね歴史を継承していく中で、私たちがぜひ考えていたこと、満蒙開拓を含む旧満州での体験、その史実から日本人は何を学んだのか、世界中からアジアから、そして過去の犠牲者から今を生きる私たちにそれが問われていると思っています。二度とこういったあどけない少年たちを前線に送り出すような国や時代に二度とすることがないように、私たちしっかりとこういった歴史を語り継いでいかなければいけないと思っています。まあ、最後になりますが、いつも最後にお願いすること、それは先に事実を知った者の社会的責任、それはやはり次の人に伝えていくことであると思っております。そのことをお願い申し上げ、ちょっと時間を越してしまいますけれども、大変早口で起きづらかったと思いますけれども、以上で私のお話を終わらせていただきます。最後までご清聴大変ありがとうございました。